メアリー・オブ・モデナメアリー・オブ・モデナは、イングランド・スコットランド及び、アイルランドの国王・ジェームズ二世の王妃。父は、エステケのモデナ公アルフォンソ四世、デステ。母ラウラ・マルティノッツィは、ジュール・マザラン・スーキ教の名。イタリア語名は、マリア・ベアトリーチェ・レオノーラ・アンナ・マルゲリータ・イザベッラ、デステ。1673年に、当時ヨーク公だったジェームズと、成婚した。 プロテスタント派とカトリック派の対立が続く中、カトリックであるジェームズとコーヒーには、風当たりが強かった。兄をチャールズ2世は、数多くの諸子の父でありながら、着室死がなく、ジェームズにはすでに前妻アンハイドとの間の二女、メアリーとアンがプロテスタントとして成長しており、この二人のどちらかがいずれ女王になることが、想定されていた。もし、メアリーコーヒーに男子が誕生すれば、 その子が大いにつくのが順当であったが、プロテスタントにとっては、ジェームズとその息子とカトリックの王が続くことになるという危機的状況であった。15歳で40歳のジェームズと結婚したメアリーであったが、1675年から1682年までに、産んだ一男四女はすべて養成し、その後は妊娠の兆候もなくなった。1685年に亡くなった。 チャールズ2世の後を継いで、ジェームズ2世が即位すると、メアリーは王妃となった。1687年、メアリーの妊娠が発表された。ハン・ジェームズ派からは、クッションを腹に当てて、妊娠を装っているとの風評が流された。翌1688年6月10日、王子ジェームズ・フランシスが誕生したが、女児を産んだのに男児に取り替えたと貴族間で噂されたという。 この王子出産をきっかけにして、11月5日に、名誉革命が起こった。12月12日、ホワイトホール宮殿から王子と共に脱出し、フランスへ亡命した。亡命中はフランスから丁重に扱われ、住居として城が提供された。1692年に王女ルイーザ・マリア・テレーザを出産している。1701年にジェームズ2世が死亡すると、 幼いジェームズに後を継がせ、ジャコバイトたちの精神的な柱となった。1718年、パリで乳がんのため死去した。シャイオの総員にあった墓は、フランス革命の最中に破壊された。キャサリン・ローラ・イザベラ・チャールズ・ケンブリッジ公、エリザベス・シャーロット・メアリー・ジェームズ・フランシス・エドワード、イングランド王位戦勝者、ローシン王、ルイーザ・マリア・テレーザ。ありがとうございます。